どうしたものだろうか。四季にかける言葉が見つからん。情けないことにわしも同じです。本来ならば祝ってあげるの。うん、しきちゃんの夢が叶うのは嬉しいけど、しきちゃんと離れなきゃなのは嫌だもん。次に行われる最終予選に勝てばいよいよ準決勝に進めるというのに。それどころ、ゆみちん、正直に言うとね、私もまだ迷ってるの。世界で活躍する忍び、スーパー忍者になれって私は黒影様に託された。知っています。四季さんは寝る間も惜しんで語学の勉強をしていましたから。うん、それで海外の忍び学校とやり取りをしていたら、私のことを認めてくれたみたいなの。四季さんの努力や思いが認められた、本当に喜ばしいことだと思います。ありがとう。私も最初は嬉しくて小躍りしちゃったよ。でもさ、夢への第一歩はみんなとの別れでもあるってことで、それに気づいた時私はどうしたらいいかわからなくなっちゃった。四季さん。ねえみんな、私みんなを困らせてもいい？私の思いを吐き出してもいいかな？はい、もちろんです。私どうしたらいいんだろう。全然わからないよ。どれだけ考えても答えがわからない。だってみんなと夢のどっちかなんて私は選べないもん。ねえゆみち、お願い教えて。私はどうしたらいいの？四季さん、試合をしなければいけないのか。正直うまく集中できません。ダメだよ、ここで負けたら P1 グランプリが悲しい思い出になっちゃうもん。そうですね、気の抜けたまま負ければそれは必ず後悔につながります。あ、ここは必ず勝とう。
の力をお見せなさい。シキとユミは大丈夫でしょうか。今はちょっと大丈夫じゃないと思うけど、だからこそミノリたちが頑張ろうね。そうだ、仲間が立てぬ時は我らが立つ。やるぞ。気が減ってるぞ。みんなありがとう。迷惑かけてごめんね。また遊ぼうね。二人とも黙ったままだね。ユミも苦しんでいるのです。シキの身になってシキと同じように。我らもシキの身になって考えよう。たとえそれが苦しく答えの出ない悩みだとしても。うん。あのさ本当にごめん。私のせいで悩ませちゃってるよね。構いません。仲間のことで悩ますにいつ悩むというのですか。ありがとう。ありがとうだなんて、私はまだシキさんに何も言えていないのですから。それでもありがとうだよ、ユミチンにもみんなにも。だってこうやって一緒に悩んでくれるんだからさ。そんなみんながいてくれて。あたし、シキさん。次はもう準決勝だね。やっぱり決戦はすごいよ。ここまで勝ち進んでこれたんだからさ。そうですね、検討していると思います。ですが、とりあえず私のことはいいからさ、優勝するまでは試合に集中しようよ。せっかくここまで来れたんだもん。その通りだ、決戦ガールズたち。君たちの実力はリアルだね。疑いようもないよ。悩み、苦しみ、傷つき、それでもあなたたちはここまでやってきた。本当によく頑張ったわね。でもね、本当言うと今みのりたちは PBS どころじゃないの。 I know。 君たちがなぜ悩んでいるのかは知っている。しっかりと聞き耳を立てていたからね。だがそれは立ち止まる理由にはならないな。むしろ進むべき力になっちゃうんじゃないかい。進むべき力ですか。ユーたちは今まで共に困難を乗り越えることで絆を強めてきたはずだ。今回だって同じさ。進めば絆の力はさらに強まる。
だからこそ困るのではないか。絆が強まれば強まるほど、夢を、別れを、確かにそうかもしれないな。しかし、人生とは選択の連続だ。この青春の選択はユーたちにとって辛いものかもしれない。でも考えてみるがいい。ユーたちの人生にはこれからもいろんな選択が待っているはずだ。もっと難しく過酷な選択が待っているかもしれない。それでも何かを選び、何かを捨てて、人は前に進んでいくのさ。わかるかい？人はそれを成長と呼ぶんだ。成長。ははは。ならばどうする？私、最後まで戦い抜いてちゃんと答えを出すよ。前に。オーケーオーケー。そうと決まれば即実行。さあ、準決勝の始まりだ。いっちゃうよ。この先もっと辛いことが待ってるかもしれません。ですが立ち止まるわけにはいきませんね。シキ、お前は大丈夫なのか？もちろんまだ迷ってるけどね。夢を選ぶか、それとも。でも選ばなくちゃいけないのは分かってるからさ。シキちゃん、刺激が強すぎたかしら。ありえないし。あー、残念。やられたみたいだな。敵も少ない今がチャンス。やるね。
少ない今がチャンス。進まなきゃダメだよね。それが自分の生きる道なんだからさ。最後まで戦い抜いたら、四季さんがそう決めたのなら、私たちは全力で優勝を目指すのみです。頑張りましょう、最後まで。うん。月戦の生徒たちが戦いを放棄する危険は回避されたようだな。これで大会は続く。忍びのエネルギーはさらに集まることだろう。私はほんの少し背中を押しただけ。たとえ道の先に困難が待ち構えていたとしても、彼女たちなら歩み続けると確信していました。あの黒影様が育てた子供たちですから。もうよい、下がれ。は、逆だな。道の先に恐ろしい困難が待っているのならば、歩みを止めればいいのだ。あらゆる可能性を絶った楽園の中でな。調子よかったし、いよいよ決勝戦です。これに勝てば優勝ですね。驚きだよ。こんなハレンチな大会なのに、お堅いお前たちが決勝まで勝ち進むとはね。実は隠れハレンチだったというわけか。ついに正体を現したな。バカね、イム。その言い方だと両備たちまでハレンチになっちゃうじゃない。ハレンチだけどね、リョウナちゃんたちは。あんたと一緒にするな、このバカ犬。決戦の相手はヘビジョですか。これはますます負けられませんね。いいや、勝負は始まる前にすでについている。見よ、この雅の完璧なボディを。これを前にしても勝負をする気になるかい。相変わらず雅バカなのだな。なんだと村雲、雅をバカって言ったら僕が許さないぞ。クレイジー。すまんな、お前たち。イムは決勝を前に興奮しすぎてしまっているようだ。はい。だが覚悟しておけ。優勝するのは私たちだ。何だったんだろう今の。みのりちん、しきちゃんは優勝したらどうするか決めちゃうんだよね。海外の忍び学校に行くか、月戦に残るか。そうだね、優勝できたら決められると思う。じゃあ祈りも覚悟するね。チキちゃんがどんな決断しても泣かない。約束するよ。我慢できるかな。できるもん。祈りだって優勝して強くなるんだもん。そうだな、我らも強くならねばな。
シキよ、我は面を外した状態でお前の決意を受け止めよう。いいよムラッチ、そんな無理しなくて。シキ、あなたがどんな決断をしてもわしたちは必ずあなたを応援します。月仙に残るのならば、また違う方法でシキが夢を叶えられる道を一緒に探します。海外の忍び学校に行くと決めたのなら、荷造りを手伝ってあげますよ。シキはよく忘れ物をしますからね、わしがチェックしないと安心できません。それすごく助かっちゃうな。ありがとね、夜桜ちん。皆さん、そろそろ始まるようです。準備はできていますか？おう！では、行きましょう。私たちの優勝です。皆さん、やりましたね。うんうん、やっぱり私たちは最強のチームだよ。試合をしている最中もずっと感じてたもん。こんな信頼し合える仲間はさ、世界中のどこを探してもいないんだろうなって。シキさん、 B1 グランプリの間、私ずっと楽しかった、ずっと楽しかった。こんなに楽しい時間を過ごしてたら、みんなと
離れるなんてできっこないよ。でも私には夢がある。世界で活躍するスーパー忍者になるっていう夢が。だから私はしきちゃんの決断やいかに。続きは CM の後で。ドンメセッツ。ミスター K さん、さすがに怒りますよ。そうですね、絶秘伝忍法を叩き込みましょう。私だって君たちの邪魔はしたくない。だけど運営からの指示で仕方がなかったのさ。どういうことなのですか。私塾月仙女学館のみんな、優勝おめでとう。だが君たちにはもう一戦戦ってもらう。相手はこの私と、このミス R よ。私は別に戦ってもいいかな。みんなとの思い出がもう一つ作れるしさ。確かにそうですね。ならばお相手いたしましょう。最高じゃん。ミスター K、 あなた方と戦うのは了承しました。しかしその前にお聞きしたいことがあります。君のことは何でも分かってるさ。 PBS の真の目的についてだね。この知りたがりちゃんめ。優勝したら教えてくれるとの約束でした。聞かせてもらえますよね。 OKOK、 それじゃあちゃちゃっと説明しよう。忍びの素質ある者が水着姿でビッチョビッチョ、水鉄砲を片手にグッチョグッチョ。そんなビチョグチョっ子たちが戦えば、この地に集まる忍びのエネルギー、それが PBS の真の目的なのよね。忍びのエネルギーを集めるのが目的。なぜそんなことが必要なのですか。真の復活を遅らせるため。少なくとも私はそう聞いている。そんな大事なことをこんなふざけた大会でやっていたのですか。だってせっかくなら楽しい方がいいじゃない。君たち普段は過酷な修行したんだから、思い出作りって大切でしょ。私たち二人からあなたたちへのラブ&ピースの気持ちよ、受け取ってちょうだいね。確かに楽しい思い出にはなったよね。でも残念ながら忍びのエネルギーがちょっち足りないのさ。だから君たちと私たちが戦うってわけ。そういう理由があるのならば、こちらも真剣に戦わなくてはならないな。そうそう、本気でかかってきなよ。私たちも超本気でやっちゃうからさ。だってこれは私とミスター K の素敵な思い出にもなるんだから。では早速参りましょうかね、シキさん。うん、やろうやろう。私たち決戦の力をとくとご覧あれ。行くぜ、ジェット系。行くわよ、ジェット R。
レッスンプレッシャー。呼ばれてないけどジャ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 ー。5 4 3 2 1。ミリスト K さんとミス R さんの正体は今までもよく分かっていると思いますが。もちろん分かってるって。油断できないよね。せっかくここまで来たんだから、絶対優勝だよね。ああ、帰ったら優勝パーティーだ。ええ、パーティーの料理はわしが腕を振るいます。楽しみ。
っとカメラ意識して。勝利しました。これが月戦の力です。記憶に残る戦いでした。どうやら忍びのエネルギーも十分この地に集まったようだな。ええ、これでこの世界は救われたはず。お二人の目的は何だったのですか？ユウたちには感謝している。だから島を出るときに全てを話そう。それではあとは君たちの時間だ。邪魔者はこれで去るとしよう。あなたたちは本当にいいチームね。たとえこの先別れることがあったとしても、その絆が消えることはないわ。うん、そうだよ。私たちの絆は距離や時間でなくなるものじゃないって。ええ、そうですね。それじゃあしきちゃんは。ちょっと待て。どうぞ。決めた。私海外に行く。行ってくるよ。そうですか。四季の夢への第一歩ですね。でもね、私自分の夢を叶えるためだけに海外に行くんじゃないよ。え、最後まで PBS をやって分かったんだ。ユミチン、ヨザクラチン、ムラッチ、ミノリチン、みんながすごく強くて素敵でキラキラしているから、私も忍びとして負けたくないって思ったの。だから行くんだよ、海外に。私の夢は世界のスーパー忍者になるだけじゃない。
みんなと一緒に一人前の忍びになること。それはどこに行っても変わらないから。みのり、泣かないんじゃなかったのですか？泣いてないもん。みのりは、しきちゃんが決めたことを応援するよ。頑張れ、しきちゃん、頑張れ。ありがとね、みのりちん。でもね、今すぐ行くってわけじゃないよ。いろいろと準備も必要だしさ。っていうか、月仙の卒業後に行く可能性もあるし。卒業後でもお別れはお別れだもん。海外じゃ遠くてすぐに会えないじゃん。でも明日から早速語学の勉強をしましょう。いつでも会いに行けるように。というかさ、今すぐに行けない理由はまだみんなとやり残してることがあるからなんだよね。やり残していること？決まってるでしょ、優勝パーティーまだやってないじゃん。そうでしたね。だからさ、帰ろうよ、私たちの決戦に。それでド派手なパーティータイムと行こうよ。うん、そうですね。デカ盛りはわしに任せてください。それではみんなで思い切り楽しみましょう。どれにしましょう？これが気になりますか？お買い上げありがとうございます。
また来てくださいね。